ペンシルロケット。ペンシルロケットは、将来のロケット旅客機開発の実現を睨んだ、ロケット推進の研究を目的として、東京大学生産技術研究所、アベッサ、アビオニクススパーサーニックエアロダイナミックス、航空及び超音速気力学パンが開発した、一連の小型ロケットシリーズである。開発名は、タイニーランス。 太平洋戦争後の日本における初の実験用ロケットである。1954年に年間予算560万円で開発が開始された。予算の制約から超小型の火薬式ロケットを実験装置として使用し、鉛筆、ペンシルのようであるところからこの愛称が生まれた。これについて実験を主導した糸川秀夫は米ソの大型の実験機を縮小して、 実用化するという発想から小さなものを巨大化して実用にするという逆転の発想を用いたものだと後に説明している。国際地球観測年において構層大気観測を行うという方針が1955年に決定されたため、アベサパンの方針もロケット旅客機から観測ロケットへ変更された。合計150機余りが発射された。 ロケットとしては非常に小さく、また能力も実用に耐えうるような代物ではなかったものの、単体でロケットシステムとして成立しており、ノーズ工技や尾翼の材質、形状、重心の変化等による空力特性の変化による分散の影響などが調べられた。後のカッパロケットやラムダロケットの開発時におけるフラッパー現象の解析においは、 これらのデータが有効に活用されたという。1955年3月に工学博士の糸川秀夫が東京都国分寺市でペンシルロケットの水平発射実験を行った。この実験は全長 230mm のペンシル標準型を使用して行われ、長さ 1.5m の水平発射台から発射されたロケットがスクリーンを貫きながら飛翔するというものだった。 最初の実験は3月11日に行われ、3月23日までに29機のペンシルロケットが発射された。尾翼の取り付け角度や弾頭の重量などにバリエーションがあり、様々なロケット側の条件で基礎的なデータが収集された。1955年6月には当時千葉県千葉市にあった東京大学生産技術研究所に場所を移し、50メートルの 船舶用実験水槽を改造したピットにおいて、引き続きロケットを水平発射する実験が行われた。この実験では、全長 300mm にオン型化した、ペンシル300型や、二段式ペンシル、無病翼ペンシルなどが使われた。実験中、発射台に装着される途中だった二段式ペンシルが、配線ミスのために誤って発射れるという事故が起きたが、大事には至らなかった。 しかし、以後二段式ペンシルの第二段着火に同型の次元装置が用いられることはなかった。1955年8月からは、秋田県の道の川海岸でロケットを斜め上型に打ち上げる実験を行った。8月6日午後2時18分に行われた最初の打ち上げは、発射台の欠陥によって、ロケットが発射直後に砂浜に落下失敗に終わった。 発射台は直ちに改良され、午後3時32分の2度目の実験で打ち上げに成功した。使用されたのはペンシル300型で燃料に含まれていた4塩化チタンにより煙を引きながら16.8秒間ほど飛行した後、700メートル離れた海面に落下した。到達高度は600メートルだった。ペンシルロケットの斜め打ち上げ実験は8日で終了し、 計画はより大型のベビーロケットに受け継がれた。総費少数は6機であった。日本油脂の固体推進剤製造設備の関係から、即座に供給可能な推進薬の例として、朝鮮戦争時バズーカ用に生産された、全長 123mm、直径 9.5mm、内径 2mm、1本5000円のダブルベース火薬が提示され、このサイズに合わせて、 機体の設計が行われた。推進薬としては前述のダブルベース火薬をベースに、火塩素酸カリウムを減量し、グラファイトを増量するなど、素性を変更し、安全性を高めたものを村田筒務が新たに開発した。推進剤の点火薬としては、黒色火薬が用いられた。機体の材料には、太平洋戦争中航空機用として製造され、 富士精密工業の材料倉庫に眠っていたジュラルミンチ2 0百1を使用し、熱環境が厳しい先端部には、真鍮やステンレスを用いている。機体の設計は柿密音を、ノーズ工具や、尾翼の設計は玉木昭夫が行った。宇宙科学研究所では2005年、原点であるペンシルロケットの実験から50周年となるのを記念して再現実験を実施した。 実験は、野代ろ目的実験場で行われた後、幕張メッセで行われたイベントで披露された。2005年、スペースシャトルミッション STS-114 において、野口総一宇宙飛行士によって、ペンシルロケットの実物が国際宇宙ステーションへと持ち込まれた。国分寺市は、実験の一つが行われた4月12日を国分寺ペンシルロケット記念日として、 日本の宇宙開発発祥の地であることをアピールする展示会などを開いている。2013年時点での実機の所在確認と鑑定の結果は以下を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。